ディーン・モルガン株式会社は2004年に設立された日本の英会話、2会は発音強制のスクールを展開する企業である2015年4月アメリカのロゼッタストームと業務提携しロゼッタストーンラーニングセンターの運営を開始する現在は東京の新宿に本部を置き東京に4校大阪に3校を開校している設立者であるディーン・ロジャースが 現在の代表取締役と CEO を務める。レッスンはテキストブックやオンラインでの指導をワンツーワンを基盤として行われるマンツーマンへフッツ会話である。ディーン・モルガンは元々の設立者ディーン・ドジャースとモーガン・テリギニの二人の名前にちなんで付けられた。当初はディーン・モルガン・アカデミーと呼ばれていたが2007年に正式にディーン・モルガンと改名。 しかし未だに当初の名前の頭文字を取ったドマという呼び方もされる。2004年に設立、最初の教室は英会話二会話を対象とし、2004年7月14日に西新宿にオープン。そして2005年にディーン・ロジャースが単独の所有者となった。2006年9月にはサラグループを買収し、大阪の梅田、南馬において、 1>, 1対1並びにグループレッスンを始めた。戦利を加工もこの頃設立された。2008年、発音矯正のハミングバード、またそのメソッドに基づく、英語発音スクールの名称も買収、そしてディーン・モルガンに統合。ディーン・モルガンとサラでは2011年現在、東京と大阪合わせて9校で、英語、フランス語、英語発音を教えており、生徒は約2000名である。 所在地西新宿にある本社で英会話のレッスンが行われている。二会話と発音矯正のハミングバードは別の教室にてレッスンを行っているが、同じく西新宿に立地している。大阪には、梅田港、南馬港をはじめとし本町港、千里岡港、中本港、淡路港、路港上新城港と7校を開港している。ありがとうございます。